とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は完全攻略やっていこうと思います。今シーズンそこまで難しくないので、まあある程度の装備を取れば全然クリアできますね。まずは、まずは箱開けて、パンを取りたかったんですけども、ちょっと消えちゃったね。まあまあこういうイレギュラーなこともありますよ。パンを食べていくとすごく楽になるんだけども、まあまあこういうこともあります。まあ、できる限り最初のね、箱開けてパンを食べる、それをやっていくと結構一回楽になりますので、最初に箱を開けるようにしてください。で1回クリアです。でここで種持っていってください。序盤はね、この種がかなり活躍してくれます。よし、火力もそこそこあるしね。よし、クールタイムも短めなんですごく使いやすいです。で箱開けるの忘れずにね。なんか消えるな今回パンが。なんか今回パンが調子悪いよ。 OK、 まあまあ大丈夫でしょうけど、まあ、逆に矢はすごい出るね。矢すっごい出る。よっしゃ、まあ、それはそれで嬉しいか。で2回クリアです。何もいりません。よし、で最初のこのエリアに3体敵が出てくるんだね。で3体倒したらすぐに移動しましょう。ちょっとこれに乗れないとちょっと時間がかかりますんで、すぐ移動ね。よっしゃ、で倒して次、全然余裕だね。しゃ、よし、でここで向こう岸に行く。じゃあ極力無駄のないように行きましょう。3回クリア、次でーす。何もいりません。でここで武器に輝き2を入れてみてください。結構敵のダメージがここ痛いし多いのよ。こいつ痛いの。でここで輝きがあればだいぶ違うのよね。ぜひ輝きを入れてみてください。よし、まあまあ結構楽になります。一発116か、116回復すればだいぶいいもんね。よし、でもってもう少し倒して終わり。はい、4回クリア。まあまあまあ楽勝ですよ今シーズンは。前回前々回難しかったからね。何もいりません。で次ここもね、種がすごい活躍します。クリーパー出るんで、まあ種でうまいこと処理するのもよし、よしダメージを与えるのもよし。でもう一体ほら来るんだよね。ここをうまく処理してください。よし、やっぱ輝きがいいのよ。ドン、ナイス。で終わりかな。5回終了。何もいりません。で装備何も変えてないけども、まだ全然余裕だもんね。ここも結構敵出るけども、まあ、種をうまく使って、処理していきましょう。
ねめちゃくちゃいいから。よし、ドン。ナイスー。はい、いけ。よし、6回終了。ボーンクラブですね、ここで火力一気に上がります。吸血働き鉢11ですね。で、追い打ちを、3入れたいんだけども、2でいいです。あの防具にエンチャント入れたいので、フルエンチャはまだしなくていい。よし、 OK。 でエンチャントで8入れてるので、この8が出るかどうかによって、まあ、難易度はここで変わってくる感じです。はい、いいんじゃないですか。でここで終わりかな。はい、7回クリア、余裕です。防具取りましょう。ヌストで商人でヌスト上げます。スパイダーだね、これを、今回最後まで着ていきます。かなり優秀なので、これはなかなかいいかなと思いますね。でエンチャントですけども、サプライズギフト2で、タンブルビーも2ですね。でクールダウンは1だけ入れておいてください。うん、まだね、重要なアーティファクトは出ません。なんで最初のうちはクールダウンは1でいいです。他の方を上げた方がいいですね。よし、しゃ、 OK。 挟まってる。終わり？いや、まだ奥の方にいるな、これ。いた。はい。嘘。あ、そっちかい。ここわからん。で、9回終了。何もいりません。はい。で、ボスですけども、右側の方から、倒します。伸びだね、落とせばいい。ここにとにかくまず最初に伸びを落としちゃう。でエンダーマンはその後に倒す感じ。 OK。 で蜂を出してあげるといい感じにタンクになるのでいいっすね。はい、早く出て。はい、ナイス。コインいりません。スパイダーもね、パワー同じだし、エンチャントはこっちの方が断然強いので、こっちの方がいいです。危な。イエイイエイ。よし、反対側ね、あっちも、注意してください。まあ種があるんで大丈夫とは思うけどね。種使って落ちていく。うん、まあタンブルビーもあるからいいのか。でもってこれでおしまいですね。で11階でドラを取ります。で行きましょう。でドラを取ったぐらいからちょっとクールダウンを上げていいかな。なかなかね、よし、アーティファクトが序盤に集まらないんで、まあ、それでも全然いいのよ、序盤楽勝なんで。おいおい、よっしゃ。やっぱね、スパイダーは久しぶりに使うと強い。攻撃速度が上がるし、吸収するので使い勝手いいね。
で12回クリア、ここでねヘビークロスボウを取ってください。うん、まあ火力もあるし矢を増やしやすいっていうことでヘビークロスボウなかなかいいかなと思います。 OK、 クリーパー一撃でね倒せるっていうのもかなりいい。まあ近接でも余裕なんだけど、よし。でもうね、よし、種で敵を倒すことはほぼない。もうちょっと火力不足なのよね。こっちいないかな。あ、いたいたいた。危ねえ。打ち漏らしはないようにある程度見て回りましょう。戻るの面倒いからね。ウィッシャー13回終了。ここ何にもいりません。今回もあれだね、釣り竿を持っていけばもっと楽勝でしょうけども、まあまあいらないよな。うん、そこまで釣り竿に合う装備っていうのがないと思うんで今回はいらないかな。よし行きましょう。おーいった、危ねえ。あー危な、おい、よしいいんじゃない。結構出るな。よし、でもまあ種とかで足止めもできるし大丈夫ね。うい、はい、おしまいです。14回クリアで、ここで防音クラブを新しくしていきましょう。で、この防音クラブに、エンチャントを入れていきます。エーリと、とりあえず追い打ちですね。エーリ多めが火力が出るかなと思います。で、次行きましょう。ボーンクラブもね、結構パワーアップしましたので使いやすくなってると思います。よし、 OK。 で、ヴァンガードがね鬱陶しいけども、まあ、縦破壊を種で やると結構お得です。はい。15回終了。何もいりません。よし。あ、で、エンチャントだね。クールダウンをフルで入れちゃいましょう。あぶね。もう結構耐久力ないので、ご注意ください。タンブルビー多めに出すとかやっていくといいですね。あ、うわ、ちょっ見えてなかった、見えてなかった。完全にジオマンサー追いかけてた。はいはいはい、よし、タンブルビーしっかり出していってくださいね。よし、 OK。 ジオマンサーがね、うっといのよ。よし、 OK。 で、待って、終わりですね。いや、若干ミスった。まあ、タンブルビー多めに出していってください。で、バジネスト取ります。向こうに行く前にこの辺にこう出してあげると、まあ、1、2体片付けてくれるのでちょっとお得なんですよね。 OK、 よし、おう。で、ここにも箱があります。よっしゃ、あと1
回出てくるかな。 OK、 じゃあ行きましょう。よし、結構耐久力ないんでね、この辺になるとマジで注意です。で17回終了、何もいりません。でようやくここの商人でパワーを上げれるんだよね。 OK、 で107があればもう最後まで安心ですね。でエンチャント入れましょう。追い打ちさん、よしよし。この遠距離のやつがね結構鬱陶しいので早めに倒してあげるといいですか。あとあれね、エンチャンターね、エンチャンターうっといのよ。よっしゃ、嫌なやつだ本当に。火力も高いしね、すごい戦いにくい。よし、足止めしたのにね、消えるのやめてほしいよ。足止め中は消えないようにしてほしい。はい、でここ、まあ、弓何でもいいです。この3つの中どれでもいい、好きなやつで。個人的には汚れが一番使いやすかったかな。でここ、プレステ版は右からです。こっちから危な。まずはネクロマンサーを倒しますね。あ、エンチャント入れてねえじゃん。エンチャント入れてください。虚無かクリティカルですね、ここを入れちゃってください。でこいつエンダーセントは振り下ろし攻撃がとにかく強いんで、これだけ注意。これね、この攻撃あ、もう鬱陶しいな。え、終わり。何もいりません。で21回、よし、ハープクロスもいいけども、こっちの方が集中してダメージを与えれるんでいいかな。 OK、 まあまあエンチャント次第ですけどね。よし、でこっちの方もちょっと減らしとこう。来た来た、よし。おい、あ、まだ来るか。じゃあ8に任せとけ。よし、あんま敵はね多くないです、そんなにいない。よし、 OK、 危な。ここでおしまいかな。はい、21回終了。で21回で愛のメダルだね、種と交換してください。ウィッシュウィッシュ。でここはまあ、特に問題ないっすかね。よし、まあ余裕で、特に考えることもなくいけると思います。この最初のゾーンね、ここで敵撃ち漏らすと
戻ってこなきゃいけないので完全に全て倒した後に、向こうに行くようにしてください。 OK、ここでね毒ダメージもらうとなかなか食らうのよ。はい、いけー、よし、 OK、 ハチたちもどんどん活躍して、終わりで、これで22回が終了です。いや、一度やられたのが悔しいなあ、そこ悔しい、完全に見てなかった。何もいりません。クリーパー注意とはね全然覚えてたんだけども、完全にあのジオマンサーを追いかけすぎた。よし、 OK、 クリーパー多めですね。よし、愛のメダルとかあとタンブルビーを出してタンクにしてあげると戦いやすいね。はい、23回終了、敵は少なめ、すぐ終わります、何もいりません。24回、あー危なー、食らいそうだった。 OKOK、 本当はね完全に体を止めて、よし、やり過ごした方がいいんですけども、よし、ナイス、いい感じ、いいね、よし、よし、いいかな。タイミング的には良かったはず。はい、来い、よし、いいね、いいね。で、エンチャンター早めにね倒してあげてください。終わり。はい、24回終了、何もいりません。おお、エンチャント入れてねエンチャントを入れてくださいね。虚無だねとクリティカル入れてください。でもクリティカルがあると、まあ、運次第だけども火力すごい上がるんでいいっすよね。うい、でこう結構敵多いです、結構多い、後半にねブワーって出てくるんで、そこであの愛のメダルとバジーネストをうまく使っていくと戦いやすいかな。あー、思いっきり食らった、よし、ちょっと早かったかな。いや、そうでもない、もうちょっと後に出してもよかったかもしれないですけども、まあいいでしょう。よし、終わりか、これで。はい、25回終了、これ外周に敵がいないから今回いいですよね。何もいりません。で、矢が730本、なかなか多い、いい感じじゃないか、いけ、よし。で、まだ途中で強力なやつが出てくるんで
ここで愛のメダルを使いましょう。よし、なるほど、常に回避でぐるぐる回ってた方がいいか。ああ、まあ、若干なりとも大なもの火力が上がりますので、よし、 OK。 危ない、いや倒して倒してちょうだいよ。 OK、 26回クリア。次行きましょう。パワーシェイカーですね。バジーネストとチェンジ。よし。OK。で、ここも、一応、注意して戦ってください。あ、もう！もう！うわ、もう！完全にミスってる。クリーパー注意ね。いや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 、分かってたよ、分かってたけども、いや何をやってるかな、完全にミスってる。 OK、 27回終了です。まあ、ちょっとね、距離取っていくともっといいかもしれません。バストクロスボウに変えてください。で、最後の金細工ですね。ボーンクラブですね。真ん中のエンチャントは別に入れなくていいかなと思ってます。うん、特に強いのはついてないので別にいらんかな。で、ここですけども、毒の雲と長弾、これ入れてください。で、あと弱体化がついてれば、まあなおよしっていうところです。まあ、弱体化はなしでも OK ですね。全然倒せると思います。もうこっからガシガシ矢を打っとくだけで問題なし。 OK、 長弾と毒の雲でむちゃくちゃダメージが入ります。これほんと余裕。ここは、うん、この風使いちょっと鬱陶しいですけどね。でも愛のメダルとかでタンクが出来上がりますので全然大丈夫です。はい、いけ。おお、全部落とされた。いいけど、はい、29回、楽勝っすね。で、ここ箱が左奥にありますけども、まあ取らなくてもいいっすかね。そんなにいらないと思います。で、稲妻の矢筒と愛のメダル変えてください。入れれないんだよな。雷ぐらいは入れれるんですけど、まあ、入れなくていいです。はい、で、こっち側から OK、 イリュージョナーから倒してください。終わりということで、完全攻略終了です。頑張れば27分ぐらいで、クリアできると思います。ファイアボルトいいぞ。これ1だな、多分つくのは1でしょう。浮遊射撃いりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。